国会では珍しくタバコに関する質疑が行われました。2023年5月23日、参議院総務委員会政治家女子48党浜田聡議員の質疑です。質疑の内容で注目しましたのは、加熱式タバコの火災発生率についてです。加熱式タバコは調査の結果、火災発生率が低いというデータもあるようです。 特に高齢者にとっては体のことを考えて加熱式タバコにというだけでなく火災の心配をなくすために加熱式タバコにという考え方もありそうですでは浜田聡議員の国会での質疑をご覧ください 加熱式タバコとその増税の可能性について2点伺います防衛費増額の財源埋め合わせのため加熱式タバコ増税の動きがあると報道がありますタバコの増税に関しては自分はタバコを吸わないからタバコ増税関係ないあるいは望ましいとさえ考える人は多いかもしれませんしかしそうした考えは次はアルコールさらには欧米のように 砂糖飲料そして食塩などへの増税に及ぶかもしれませんこうした増税は政府が望ましくないと考えるものを全てに広がる可能性があります今後日本が高齢化が進んでますます財政難に陥り政府はご都合主義による再現のない増税を企てる可能性があります私は非喫煙者ですがそういった増税を拒否するために今ここでタバコ増税に反対の声を上げ,上げますタバコといっても昔からの紙巻きタバコに加えて電子タバコなどの加熱式タバコという種 種類もあることとは皆さんご,ご存知と思いますえ日本政府はタバコ増税、積極的に進めていると思いますが、近年では紙巻きタバコと、えー、加熱式タバコの増税率に差をつける、えー、政策を取ってきたと承知しています。えー、私はいずれのタバコの増税も反対であることをまず申し上げてお,おきますが、一方で増税率に差をつけることで、多くのユーザーが紙巻きタバコから、えー、加熱式タバコに、えー、切り替えるインセンティブを生み出してきたことは興味深いと思います。えー、私が調べた範囲では喫煙者が 加熱機種タバコへの切り替えは望ましいことであると考えますその一つが火災発生率の危険度の違いです政府に伺います紙巻きタバコと比較して加熱機種タバコの火災発生危険度について教えていただきたいと思います澤田次長 加熱式タバコは従来のタバコと異なりまして使用時に燃焼を伴わないものでありますことから消防庁としてその火災発生の危険性について検証を整理するため加熱式タバコ等の安全対策検討会において検討を行い平成31年3月に報告書を公表いたしました検討会におきましては加熱式タバコはタバコ波を燃焼させず機器の表面温度は数十度でございましてかつさまざまな安全装置が施されていることまた コ火災が発生しやすい条件を再現し、紙巻きたばと加熱式タバコ3製品を比較する実験を行ったところ、一般的な使用においては、加熱式タバコの場合、いずれも火災を発生しないことが確認されました。このことから、本検討会におきましては、加熱式タバコの火災発生の危険性は、一般的な使用においては、紙巻きたばよりも低く、安全対策が講じられた加熱式タバコが普及することで、タバコ火災の低減に一定の効果が

プラスになる可能性があることが分かりましたタバコは所得が低いそうほど喫煙率が高いことも知られておりまして、えー、なおかつ、えー、価格弾力性が必ずしも高いわけではないことでも知られています、えー、つまりタ煙草税の増税は禁煙を促すこともありますが実際には多くの低所得者の生活費を圧迫し、えー、むしろ健康状態を悪化させる可能性すらあります、えー、買いまき煙草と加熱した煙草、えー、健康への悪影響の比較については、えー、はっきりと結論が出ているわけではないと認識 しておりますが加熱式タバコの今後の技術の発達によって健康面への悪影響の改善の可能性があると思います、えー、先ほどご答弁いただきましたように加熱式タバコについては加は式タバコより火災発生率低減効果もありますこれらお考えみるとですね防衛予算増額の財源として加熱式タバコの税率が上がることには、えー 三つの問題があると考えます、えー、一つは低所得者に対する過剰な増税となること、えー、二つ目健康被害を低減する加熱式タバコの技術革新を阻害する可能性があること、えー、三つ目寝タバコなどによる火災防止など地方自治体の負担軽減に逆行すること、えー、などです、えー、そこでお聞きします、えー、加熱式タバコ増税に伴うこれらの問題に関して政府の見解を伺います坂本審議官 財務省からの防衛力強化の財源確保のための税制措置の事実関係についてご答弁申し上げます。今般の防衛力強化の財源確保のための税制措置については、与党税制調査会において幅広い税目について検討が行われた結果、法人税、所得税に加え、タバコ税により対応することとされましたが、このうちタバコ税については与党税制改正大綱において、 1>, 1本当たり3円相当の引き上げを、国産ハタば農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で、段階的に実施するとされておりますが、これ以上のさらなる詳細につきましては、今後、改めて与党税制調査会において議論が行われるものと承知してございます浜田君、おまとめください。はい ままとめます。私はいずれもタバコの増税もまあ反対ではありますが、特に加熱式タバコの増税は大いに問題があると訴えまして、今回の質問を終わらせていただきます。ごご清聴ありがとうございました。